ケケケ TV。紹介を自己紹介、はい、こちらのカメラにお願いします、はい、うちの事務所全員が載っている写真集が、はい、はい、お全員ですよ、はい、すごいですね、はい、7人です、はい、ラッキーセブンという写真集が北和社さんより好評発売中です、はい、ぜひ見てください、はい、ぜひこちらもチェックしてください、はい、ということで今日はアンナさんは、はい、それと、はい、もう一つあるんです、はい、ごめんなさい、はい、もう一つあるんです、はい、それと私のファースト DVD が6月23日にビープラネットさんより発売されます。こちらも皆さんチェックしてみてください。お願いします。お願いします。かわいいアンナちゃんの DVD が出るということなので、ぜひぜひ皆さんチェックしていただきたいんですけれども、アンナちゃんはなんとゲームが好きということで、はい、はい、今日ね一緒にゲームを紹介させていただくんですけれども、なんとゲーム好きが高じて CM の方にも出ていらっしゃるということなんですけれども、はい、どうですか、そんなすごく嬉しかったです。嬉しかった、はい、やっぱりマリオと一緒に共演できるの、はい、そっかそっかそっか、はい、そうですよね。そして今日はですね、なんと任天堂特集ということで、はい、マリオの敵役であるワリオのゲームを紹介しようかなと思っているんですよ。これですごい楽しみなんですよ。本当ですか。これでアンナちゃんマリオとワリオと一緒に共演ですよ。やーいということで一緒に楽しんでいってくださいね、はい、はい、ということで本日ご紹介しますのは任天堂特集といたしまして、ゲームキューブ版の ワリオワールドと、ゲームボーイアドバンス用のメトロイドゼロミッション、こちらの2本を紹介していきたいと思います。そして1本目を紹介してくれるのはこの方です。キラキラしてます。はい、クリスです。どうもアンナちゃん、こんな素敵なプリンスにワリオを紹介していただくということなんですけど、はい、楽しみ、素敵ですね、はい、よかったそうですね、まあ今日はワリオということで黄色いシャツにちょっとこうついて、はい、なんとなくワリオっぽいですね、はい、まあプリンスで悪役はどうかなと思いつつも、うん、ちょっと自分では気に入ってたりなんかしてたり、あ、そっか、ちょっと悪い悪いちょっと悪いプリンスっていう感じ、悪い感じのプリンスで、はい、行ってみたいと思います、はい、じゃあよろしくお願いします、はい、はい、ということで、1本目はまずワリオワールドからご紹介したいと思います、はい、これまでもねワリオっていうのはもともとマリオのライバルというか、まあ、敵役という形で出てきたのがワリオなんですけれども、うんうん、はい、まあそれでもあのワリオランドだとかいろんなワリオを主人公にしたゲームっていうのもたくさん出てきています、うんうん、でそれの中で今回はこの舞台をゲームキューブの中に移して、このワリオが大活躍をするというのがこのワリオワールドになります、うん、でまあこれは非常に操作性が使いやすくて、はい、まあ、とっつきやすいゲームなので、まあ、誰かでも始められる。それともう一つ謎解きなんかが含まれるアドベンチャーアクションっていうのかな、いうようなスタイルも取ってますので非常にハマっていただけると思います、うん、
で最初にちょっと、まあ、説明しますと、はい、実はこの、まあ、ワリオは、世界、まあ、一応トレジャーハンターというお仕事がありますので、うんうん、世界中の宝を集めたんですが、うん、実はその集めた中に、まあ、ちょっとたちの悪いお宝が混じってたんですね。でそれによって実はこのワリオのお城が乗っ取られ、でお城の中もモンスターだらけになってしまったということになります。でそのお城を取り戻し、宝を全部、取り戻すためにこのワリオは、まあ、冒険、その自分の作ったワリオ城の中を冒険するというのがこのワリオワールドというゲームになります。ということ で、で非常に簡単なところをちょっとシェラーっと見せようと思うんですが、今まで の、 あのマリオブラザーズとかのイメージだとこういうとこ落ちたりするとほらちゃんと ねあの慌てまあ汗かいてますけれどで落ちちゃったと思ってもまた戻ってくるっていうね、はい、ということで、まあ、もちろんあの後のゲームの中で落ちちゃいけないところっていうのもあるんですけれども、基本的にあの落ちにくくなってますので、うん、あの初めてこういうアクションゲーがちょっと苦手だなっていう人でも、まあ、非常にとっつきやすいゲームで、そうこういったところでも言えると思います。せっかくなので、はい、アナちゃんにやっていただきたいと思います。はい、で、俺様の目標ということで、すごい、はい、こういった形で出てきます。今あの入り口のところに看板が出てきて、これを叩くとですね、こういう国の面での目標が出てくるんですけれども、まあ、ステージ制になってる。そうですね。で、まあ、もちろんラスボスを倒す、ステージごとにラスボスを倒すことも大事なんですけれども、そうそうそう、まあ、その中その奪われてしまったお宝を取り戻すっていうことも、はい、目標になってきますので、ここから先はちょっとアンナちゃんにコントローラーを、はい、託して。本当に初めてですからね。頑張ってくださいね、はい、じゃあこれ入っていってもいいですか。はい、普通に移動するときには、はい、十字キーですね。左の十字キー、はい、十字キーで、ピックの方ですね。で、入っていただきます。はい、で、実はまあ、今何も特に説明はしてないんですけれども、これがですね、まあ、基本的にこれ右の方に行くとどんどん進んでいきます。普通 の、 あの今までのこういうスーパーマリオとかと同じで、右の方にどんどん進んでいくんですが、何か、お、うん、はい、キラキラ、おー、自分の方が今落ちてましたけど、別にこれで体力が減るわけでもないので、はい、でこうやってずっと進んでいくとですね、はい、この先どんどんもっと進んでいく。ちなみにジャンプは2ボタン、ね、A ボタン、一番大きいボタンですね。この、画面の左下にあるのがライフになるんですかね。そうですね。で、まあ、今ちょっと、失礼しちゃったんですけれども、あの本当に初めてやると、はい、あの実は、そのジャンプボタンは A ですよとか、うんうん、B で攻撃かけられますよっていうのは実はよく見ると教えてくれるんですね。で、うん、この後あと、いろいろなその必殺技も実は繰り出せるんですけれども、はい、それもあのレベルが進むに従ってあの教えてくれるキャラクターが出てきますので、すごい。なんかでも、もうすでに何を説明しなくてもどんどん。ちなみにこれ攻撃は何ボタンですか。攻撃がこれ B ボタンですね。B ボタン、はい。で、なんか掴んで投げるっていうこともできる。そうですね。で、普通に気絶させただけでは倒したことにならないモンスターもいますので、そういったキャラクターは掴んで投げ飛ばすっていうことが必要になってます。こういうちょっと大きめのキャラですね。そうですね。モンスターなんですごく可愛いんですが。こうしたくないね。ね、でも声に化けたと思えば。そうですね。で、こうやって例えば右に座るとか押すと、こうやってたくさんあるんですけれども、はい、左の L ボタンを押すとですね、お、こうやって、すごいすごい、サンゴが立つんですよ。だからサンゴみたいに集まって、全部集めなくてもこうやって集めることができますので、はい、はい、非常にこれは便利です。いいですね。で、どんどん次に行きましょう。で、今ちょっと落ちましたけれど、その左の足型についてる、足型ついてますね。3次元 3D でちょっとあの操作が分かりにくいんですけれども、うん、あの足型のところから右側にジャンプしてみてください。あのボール、そうするとちょうどこれ前後が合うようになってますので、あ、そうするとも非常に親切な、でそうするともう一回右側に飛ぶと反対になってくるということですね。まあ、でもこうやって見てるとアンナちゃんなかなかこう軽快に進んでいってますね。そうですね、かなり。何ですかこれ。あ、ニンニク。これは、さっき宝箱の中から出てきましたけれども、たまったコインでこうやって、ニンニクを買って体力を取り戻すこともできます。
ただ買えば買うほどこのニンニクどんどん高くなってしまいますので、まあ、あまり無駄遣いはしないでください。もう本当にギリギリでライフが1個だとかっていう時にはもう持ってるお金でライフを買うと。そうですね、そういうことです。ここからこうやってニンニクを取るので あれを拾わない、あ、拾わないとまた消えちゃいますので、まあ、拾っても仕方ないですね。そうです、今は2倍ですからね、はい。ちなみにこちらのバッテンがちょっと開くことができるのかな、ちょっとジャンプしながら、R ボタンをちょっと押してみてください、はい、A ボタンを押して R、そうですね、こうやって地下道に入ることができます。へー、昔はほら土管とかからね、よく行ってましたからね。あれと同じ、マリオのシリーズのあれと同じですね。でここの中には宝物があったりするんですけれども、ただちょっと今光ってなかったから宝がもう取られた後なのかな。そうかもしれない、でただこの宝今こういった形で、ジャンプ台があったりするんですけれども、はい、これは地下室によって全然その仕組みが変わってきます。で結構パズル的な要素も強くて、そのパズルを解かないと、そうなかなかこの、あ、でも宝箱は残ってますかね。あ、落ちちゃった。かなりパズルの要素も頭を結構使うところもありますので、こうやって、まあ、ここはまだ簡単でしたけど、あ、コインがいっぱい出てきましたが、こうやることで、まあ、ここの宝物を集めることができます。あ、もうボーナスステージとか、まあ、ボーナス、まあ、今のはボーナスですけど、本当はここにクリアに必要になる赤いダイヤ、赤いダイヤが実はこの中にあったりすることもあります。もう一回それで今度左上に登っていく。でそうするとここに光ってますね。でここで これですね、さっき光ってるところで、はい、早く上げると、はい、これは動かさないと攻撃されてしまいます。今気絶してるので早く立ち直って、はい、これですね、ボーナスステージ。でこの中には宝物だとか、さっきそのクリアのために必要になる赤いダイヤがありますので、実はこの上にあるので、上になんか見えましたね、はい、これを、ブロックをうまく壊して、取りに行ってください。難しいですね。そうですね、ワリオはね3段くらいまでだったら飛ぶことができるんで、例えばここでジャンプしてください、ジャンプ前、そうですね。でもう1回上やるとやります。これで1つお宝が1つで、もう1個実は先に答えを出しちゃいますと、この真下のところに空洞があって、その中にも実はこの面は宝があります。でちょっとそれを見に行ってみましょう。一回降りてですね、真ん中のところ、今バスが4つ並んでるところをこうどんどん動かしてください。どんどん、でもうここもそうですね、もう一回、もう一段ありますので、ここもちょっと動かしてください。あ、なんか今見えてきましたね、見えましたんでちょっと登って、あ、なんか取れた、はい、今、多分音は聞こえてると思いますけど、今赤いダイヤがこういった形で隠れていることもありますので、こういった、まあ、宝物を探しながら行くということもこのゲームにとっては必要です。じゃあちょっと、はい、これも急いで、B ダッシュでバーッと当たったと。もう B ダッシュなんて懐かしい響き、ね、はい、でジャンプして、はい、かわいいですよね、このラスボス。あ、出てきましたね、ラスボス。あ、こう、かわいい。え、かわいい。ボスがかわいい。カッパみたい。ああ、そう言われてみれば。うんうん。危ない危ない。ジャンプして。はい、で赤くなると怒って手がつけられなくなりますので、こういった相手がまだひるんでるっていうのが、ちょっと。はい、逃げろ逃げろ、はい、逃げてください。落ちないよ落ちないよ、はい、で、はい、今また持ってもらったんで、後ろから背後からなかなか正面から投げ飛ばしちゃってください。はい、これ B を今自然とやったけれども、さすが、はい、若いですね。そうですね、ちなみに先ほど、敵を持ち上げて、そうですね、 B を押すとパワーを貯めることもできますので、あー怖い、痛い。で実は今日はちょっと紹介でこのままだともうちょっと時間なので、ちょっと説明しますけども、他にもスクリューアイバーとか、ジャイアントスイングとか、いろんな必殺技も実は使えるんですが、ちょっと今日はまだ時間がないということで、まあこれはもう実際このゲームを買ってのお楽しみということで、皆さんもいろんな必殺技にチャレンジしてみたいと思います。と言ってるうちにアンナちゃんボスを倒してクリアしちゃいましたね。素晴らしい、うわーすごい、
お見事。すごいですね。サクサクいっちゃいましたね。本来だったらなんかゲームオーバーとかっていう文字が出るかなとちょっと思ってたんですけども。いやまあもういや僕も本当はゲームオーバーになると思ってましたけど、ね、やっぱりアンナちゃんお上手でした。お上手でした。はい、好きなだけがあるという感じですね。こうやって1ステージがクリアということになります。はい、はい、お疲れ様でした、はい、どうですかアンナちゃん、うん、手に汗めっちゃ緊張してるんですかちょっと緊張しちゃいましたか、はい、はい、でも楽しい、すごい楽しかったです。なんかったです、うまくできるかなって思ってたんですけど、意外になんかやりやすくて分かりやすかったですね、やっぱり。そうですね、はい、確かにボタンを押せば何かができちゃうみたいな。そう、うん、すごい親切ですね、うん、はい、はい、はい、ということでどんどん皆さんも遊んでいただきたいなと思います、はい、まだまだ、ね、ステージはたくさんありますんで、うん、ぜひ皆さんやってみてください、はいはい、ということでワリオ城を取り戻せ任天堂のゲームキューブワリオワールドのご紹介でした、はい、ということで、2本目にご紹介しますのは、画面が出てますね、ゲームボーイアドバンス用ソフトメトロイドゼロミッションを紹介していただきます。紹介してくださるのはこの方です。はい、どうもこんにちは。はい、ですね、あ、こっちのカメラですか。うん、いやー、アンナさんは丸くなって転がるのは好きですか。はい、丸くなって転がるの好き。丸くなって転がりました。私もですね、結構丸くなって転がるの好きなんですよ。うち猫2匹でですね、2匹とも転がってるんですよ、丸くなって。俺もそれ見てるやつ丸くなって転がっちゃって、解釈したくなくなっちゃうんですよね。でそんなね、猫チックなゲームがこのメトロイドなんですよ。はい、猫チックだっけ。はい、あのですね、とにかくね、くるくる回転して倒したりとかですね、丸くなってアクションっていうのがバリバリあるんですけれども、はい、メトロイドというのはもともとファミリーコンピューターのディスクシステムのソフトだったんですね。だからもう生まれはもう1987年とかそんなぐらい古くて、で今回ですね、このゲームアドバンスっていう、あ、それでメトロイドっていうのは実は結構ですね、はい、あのシリーズが出てるんですよ。実はあの、ね、このメトロイド、最初代メトロイドが出て、うん、その後でですね、実は歴史的なそのメトロイドの中の歴史を考えると、初代のゲームボーイ、ファミリーコンピューターディスクシステムメトロイドが出た後に、このゲームキューブ、ゲームキューブ、今このさっきクリーンさんが言ったこのゲームキューブでメトロイドプライムっていう作るのがあるんですね。でその次の話が今度は実はゲームボーイでメトロイド2って言われて、うんうん、で次はですね、今度スーパーファミコンでスーパーメトロイドだったんですよ。すごい長いですね。で最後はメトロイドフュージョンって今度ゲームでアドバンスが出たんですね、うん、でこのメトロイドゼロミッションを今日も紹介するのはその初代メトロイドのリメイクなんですね。おお、一番原点に帰ったということですね。そうなんです、原点に戻ったゼロミッションなんですね、うん、ただそのリメイクだけじゃなくてですね、はい、実はそのゲームを初代クリアするとおまけがあるんですよ。主人公サムス・アランというですね、バウンティーハンター賞金稼ぎなんですけど、彼女がマザーブレインという敵の本体を倒した後の話がちょっとあるんですね、これには。一つ目、移動シーソフトなので、ぜひちょっとね、遊びをもらいたいと思います。はい。はい、そういうわけでですね、じゃあ早速やってみましょう。はい。結構簡単なのでですね、じゃあアンナちゃんにですね、最初からやってもらいましょうかね。またですか。はい。来ましたよ。じゃあセーブデータが2個あるので、3番目の C からですね。はい、C をやってもらって、ゲームスタート。はい、始まった、始まりましたね。主人公が彼女ということなので、はい、女の子なんですね。そうなんですよ、女性なんですね。アンナですか。はい、はい、アンナちゃんが、アンナサムスアランですかね。実はですね、これさっきちょっとやったので、全部今あのメッセージがひらがななんですけれども、これ実はですね、はい、大人向け子供向け分かれてまして、大人向けは実は漢字なんですね。ひらがながいいです。いいですか。はい、もともとね、あのひらがなだったりしたんで。そうですよね。はい、始めました。じゃあ行ってください。この人が女の子ですか。そうなんですよ、ね、女性ですね。スーツ着てるとわかんないですけどね。はい、基本的に十字キーでですね、左右に動いて、はい、A ボタンでジャンプ、B ボタンでビーム。これ面白いんですか。どうですか、自由に動けますね。そうですよ、自由度が高いのはこのゲームの特徴で、実はですね、あの最初左に止まりますか。ダンサージャンプ。ああ、なんか動くだけでこれだけ楽しめるっていうのはすごく新鮮ですよね。はい、どんどん上に行って、あの動いてた敵なんでビームで倒しちゃってください。そうです、そうです。頑張れ、頑張れ。連打できますかね、ビーム。あ、そうですね。取りました。モーフボール。これがですね、丸まりなんですよ。くるくる回りますんでね。丸も？丸まり。丸まり？丸まりって何ですか？くるくる回るんですよ。あ、ね、あ、実はですね、あ、なんか押してください。モーフボールっていう本当は名称で、はい、自分がですね、丸くなって狭い通路を通れるっていうアイテムですけれども、はい、我々若い子はですね、こうやってところが丸張りって意味なんだろうね。十字ボタンの下を2回押してもらうと、十字ボタン下、そうですね、これが丸張りじゃないですね。本当だ、それで左右に動けるんですよ。
動けるんですよ。そうそうそう、この状態で今まで行けなかった狭いところに入ったりとかできるんですね。じゃあ、上を押せば行きますので、じゃあどんどん今度右の方に行きましょう。敵を触りつつ、で、メトロイドの、ね、目的なんですけど、これ下、はい、さっきより小さくなって進むんですね。おー、はい、うわーすごいすごい、すごいですね。いけいけ。で、これどういうお話かと言いますと、はい、彼女はバウンティーハンター、賞金稼ぎで宇宙海賊に行ってたんですね。で、これはですね、惑星ゼーベスというところで宇宙海賊の基地があるんですよ。で、ここに何で彼女が侵入したかというと、実は惑星 SR なんとか323だったなというところですね。メトロイドっていう生物が発見されまして、それがですね、実は、他人のパワーを吸って吸い尽くしてしまうですね、凶悪な生物なんですけれども、それをこの宇宙海賊が、手に入れてしまって、この宇宙を征服してやろうじゃないかと思っちゃったんですね。あの上に乗ってください。で、丸丸に乗ります。くるくるします。そう、丸くなって転がるんですね。あー、はい、そんな仕掛けもあるんだ、はい。で、彼女がですね、そのメトロイドを殲滅させるために、殲滅するためにここに半身乗り込んだというところはストーリーが始まります。で、ここ実はこの超人文明という遺跡がたくさんありまして、先ほどもですね、その文明の一部のアイテムをゲットして、モークボールですとか、そういうで、こういう遺跡がたくさんありますので、どんどん自分をパワーアップしていって、最終目標であるメトロイド、かつ、敵のボスであるマザーブレインというのを倒すんですね。復活しました。はい、はい、復活しました。じゃあどんどん進んでいきます。はい、ですね、扉はですね、玉主人公のライフというのは、はい、生命力はですね、画面の左上に99で出てるんですけど、はい、これが彼女のパワースーツのエネルギーですね。ゲージというのではなくて数値なんですね。数値ですね。で、敵を倒すとですね、たまにその丸い点滅するんですけども、それがエネルギーになって、それで取ると変えます。もしくはさっきの、いいですか、どうぞ。もう自分の思ったようにサムスは君だ、はい、おお、かっこいい。で、しゃがむんですね。そこでしゃがんだまま撃てばいい。そうです、しゃがんだまま。しゃがんではない、あ、どうでもいいです。そこからもう、そうですね、あ、手切れた。サムスのビーム最初短いんで、あ、いけました、はい、丸丸になって、丸丸、あ、危ない危ない危ない、はい、で、撃つ、撃つです。おお、すごいですね。ほら、またアイテムだ。エイリアン、違いました、はい、撃ってちょっと怖いです。そこで撃ってはい、それで何か出てきましたよ。はい、何が来ました、取ってみましょう。わからないです。ロングビーム、ロングビーム、ということは弾が長く飛ぶんですよ。はい、パワーアップされたんですね。ちょっと遠い敵も倒せるんですか。そうです、そうです。スピーで斜めに打つことができる、はい、できますね。何かこのゲームボーイアドバンスがあって、拡張された機能といいますか、はい、サムスの動きはちょっと拡張されてまして、ファミコンディスクとなかった動きもできるんですね。しゃがむとかですね、回復しました。で、先ほどの言ってなかったのロングビームのパワーになっちゃうね。上の方になんかツールありましたよね、今ね。そういうところも見当たりするんですよ。ああ、本当ですね。しゃがんで打つ。さっきよりも遠く飛ぶんで、あ、上になったんでね。いきますね。なんかちょっと面白いですよね、こういうふうに自分で行けるんだったら。すぐ左に飛び込むんですね。そうです。なんか小さくなって、そうです。戻って打つ。で、斜めは斜め打ちですね。LB、そうです。そうです。おお、すごい、できました。で、どうですね。ここは上に、うん、はい。もう敵なんか別に倒さなくてもいいんで、無視してどんどん進んじゃってください。倒すべき敵ともいるんですけども、大抵の敵は無視するのに、あと、あのヨガみたいになってたら痛いよね。あ、痛いんですね。痛いんですよ。暑いんですか。暑いです。もうあの数値が99から減ってしまうわけですね。そうなんです。でもその白いところは実はある部署の高台扉でして、何をするんですか。それは秘密ですね。ぜひ皆さんで解き明かしてもらいたいんですけれども。そうか。で、行けなかったところは、そうです。もう戻って他のルーツ探すべきなんですね、そういう時は。おお。あ、落ちないように真っ黒焦げです。癖になっちゃいますね。ね。たら、あ、倒さなくちゃ。できた。倒せ。そう、あれがですね、そこの部屋のボスだったんですよ。とにかく撃つしかないんですよ。あ、でも、なかなか、あともう少し足りないぞ、エネルギーが、頑張れ。あ、エネルギーが切れました。サムス一貫の終わりですね。はい、じゃあちょっと貸してください。これがですね、ったね、変わりなんですけれども、暑かったですよ。じゃあですね、かなり終盤にいったデータをお見せしましょう、はい、もうすぐボスなんですね。別にボスキャラなんだけど、いつやるミスでもね。あ、これがあんなんですね。ちょっとラスボスなんですけれども、ね、あのお得な気分になっていただくということで、はい、今見ました、この
ほら、スクリューアタックといってですね、丸まった状態でこうどんどん敵を倒せるんですよ。かっこいい。これもアイテムを取ることによって可能になるんですか。しかもこう丸まった状態でですね、ジャンプもできたりするし、爆弾を打てるんですよ。ボールみたい。すごい、仕掛けることもできるんですね。あ、すごい、それを取ってきた。あ、そうです。こんなになるんですよ。びっくりですね。すごいですね。進化したんですね。で、ここはですね、実はラスボス、マザーブレインというのが住みかなんですよ。これ今からですね、やつを倒すんです。いけいけ、お願いします。頑張れ頑張れ。なかなか今、ちょっとエキサイティングしてますね。はい。もう画面に熱い熱い熱い熱くないんですか。熱いです。もう無表情なんですよね。もう無表情で真剣にやらないときっとクリアができないんですよ。それぐらいちょっと難しい。いや本当にね、今これね、倒せるかどうかちょっと俺も不安なんですよ。結構難しいんです。来ましたよ。怖い怖い。ちょっと気持ち悪いですね。あれがですね、宇宙海賊のボスマザーブレインですね。おお、泳ぎすぎです。そうですね、真っ黒焦げな感じですよね。自分では泳ぎたくないんですけど。叶ってるんですよ。でもここまで来るとライフゲージが99っていう表示があっても、その次また99に戻ったりするんですね。これちょっと難しそう。すごくね、うん、キラキラするんですよね。あ、はい、どうです。おお、いけ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 。お、大興奮。かっこいいかっこいいかっこいい。今だ今だ。あ、またドーナツみたいなのが出てきた。せっかくなので見せてください。ぜひお願いします。神様、もう祈ってください、祈ってください。お願いします。やってるときは神は俺ですからね。神様、もう隣に向かって、じゃあ神様。頑張ってください頑張ってください。温泉使うのが頑張ってください。ねえ、ちょっとね、のぼせちゃいますよね、またこのまんまじゃ。ふわって、意識なくなっちゃいますからね。そうなんですね。でももうちょっと威力が倒せるほどではないという感じですかね、はい、やっぱそれだけラスボスは強いってことですね。ああ、温泉が。じゃあその作法を分析しましょう。しょうがないですね。ということで、で実はここでクリアすると、はい、サムスがですね、脱出するんですが、うん、その先で宇宙海賊に襲われてしまいまして、パワースーツを失った状態でまたこの惑星を降り去ったんですよ。ほう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 。そこで彼女は実は単身パワースーツない状態で潜入していって、宇宙海賊 の, そのマザーシップに。おお、かっこいいですね。ということは、このスーツがない、さっき の, あの、ええ、一番最後ゲームオーバーになってしまった時の、そうです、あのスーツ、あの青っぽいスーツのままで、はい、あの護身用銃を片手にですね、かっこいい、ね、はい、それはですね、まあ、皆さんの、活躍を期待しているということですね。ちょっと言ってみたいんですけれども、はい、そうですね、せっかくのところですからね、はい、皆さんにぜひともそこまで行っていただければな、はい、でですね、一回ゲームをクリアするとちょっと面白いおまけがあってですね、あの海外版のメトロイドが作れる。え、そうなんだ。そうなんです。海外版っていうのはですね、オリジナルメトロイド、これですよ、ファミコン版のメトロイドですね。おお、なんかちょっと昔っぽいですね。ね、懐かしい感じかもしれない。こんな感じですよ。すごい。今どうでしょう、皆さんチャットの方の反応は。懐かしいっていう感じなんですかね。あー、すごい可愛いですよ。でも、あ、さっきのと比べるとやっぱり随分と画質の方がこう、ね、きっぱりはっきりしてる感じですよね。さっきのちゃんとあの丸まり、ゴーゴーゴーのね、ポイントチャートあるんです。本当だ。どうもありがとうございます。こんな要素も盛り込みつつ、新しく生まれ変わりましたゲームボーイアドバンス用になりましたメトロイドゼロミッションの方をご紹介いたしました。はい、ということでですね、今日ご紹介しましたこの2本のタイトルなんですけれども、すでに5月の27日に発売されております。なかなかね、ちょっとこのなんて言うんでしょうね、2次元でっていうのはなかなか最近ないゲームかと思いますので、ぜひとも。そうですね、うん、ちょっと懐かしさを感じつつ遊んでいただいて、アンナちゃんはね、逆に新しい感じで遊べるかもしれないですね。そうですね、うん、はい、ということでこちら2本をご紹介してまいりました。じゃあ最後にもう一回アンナちゃんの写真集の方を紹介してもらおうかな。はい、はい、ということでアンナちゃんの写真集が出ています。そして DVD もね、出ていますね。はい、はい、もう一回じゃあタイトルの方、こちらは、はい、ラッキーセブンです。はい、ということでアンナちゃんと同じ事務所の7人も一緒に、はい、作っています。こちらの写真集もぜひぜひ皆さんチェックしてみてください。よろしくお願いします。はい、ということで本日は日本のゲームを紹介いたしました。次回のゲッチャは6月の10日放送になります。来週はですね、アイレムソフトウェアエンジニアリングの、桜坂消防隊とマイクロソフトのラリースポーツチャレンジ2をお送りいたします。それではまた次回、バイバーイ。さようなら。
宛先はこちら。